はい、今回はね、選挙も近いんで、ベルトランの投票問題というのをね、考えていきたいなと。まあ、ベルトランさ、仮説で有名なんだけど、昔ね、こんなのも考えたと。で、それはね、選挙で立候補者がね、今ね、2人、A、B といるとしましょうと。で、A は P 票、B は Q 票獲得と。P の方が Q よりも大きいと。つまり、A の方が勝ったという風にしましょうと。で、この開票はね、1票ずつランダムに行われたという風にしたいんだけど、まあさ、現実世界ではさ、1票ずつやってたら時間かかるんで、複数人で同時にね、開票すると思うんだけど、ここではね、1票ずつという風にしましょうと。で、こんな時に最初ね、00の対話を除いて、開票中、ずっと A の数字が B よりも上回っている確率は何ですかと。これがね、問題なんだけどさ。でね、これいきなり言われてもね、わかんないと思うんで、具体例で考えていきましょうと。P が3、Q イコール2と。で、この時のね、開票例の一つとしては、ね、00から始まって、A に1票入って10と、B に1票入って11と、で、A、B、A ということで、最終的に3人になるんだけど、これはさ、開票中、ずーっとね、A が勝ってたかというと、ここでさ、タイになってるじゃん？ここもそうか。だから、これはね、バッテンと。その一方、この下の例、A、A、A と立て続けに3票ね、入って、その後に B、B と入るパターン？これは、このね、開票中ずーっと A がリードしてると言えるから、OK と。で、ここで問われてんのは、開票した時に、この下にね、なる確率は何ですかと。それが、今回の問題。ちなみにさ、ね、選挙報道でさ、ね、速報ということで、なんかね、85% の時点でのね、投票の経過圧のがさ、入ってくるじゃん、速報で。そういうのは、このね、開票のある時点をね、指して、表示してるということなんだけど、で、今ね、これね、書くのめんどくさいんで、コード化して、ABABA と、AAABB という風に書くことにしましょうと。まあ、これいいじゃん。で、コード化っていうのはさ、別にね、何のコードを使ってもいいから、ね、右矢印と上矢印にしてもいいわけじゃん。そうすると、さっきのやつはね、こう書けるよと。なんかね、コナミコマンドみたいなんだけどさ。で、これね、もうすでにみんなわかってると思うけど、これっちゅうのは、このね、格子状のパスに対応させることができるよね、と。横が P、縦が Q と。ね。右矢印が P 個、上矢印が Q 個。だからね。原点から、ね、右上の PQ までのパスに対応させることができると。つまりね、開票経過っつうのは、こういうね、パスの一つということなんだよね。だからね、この開票経過全体というのは、このね、パスの全体、何通りありますかというのを数えればいいから、結局ね、P たす Q チューズ P 通りという風になるでしょ？まあ、これいいじゃん。じゃあさ、問題はさ、このね、格子パス上で、ずーっとね、A の方が B よりも大きいというのをね、どう表現するかという話？で、このね、左側の例はさ、ね、ダメな例なんだけど、これはね、この辺でもうすでにね、B の方が大きく上回っちゃってるよというところでダメと。その一方、この右側の例はね、この PQ までずっとね、A の方が大きいというふうに言えるでしょ？で、それがね、なんで言えるかっていうと、結局ね、このね、A イコール B というこの点線の直線に交わるかどうかということで判定できるよねと。それがわかんのね。だってね、ここに交わっちゃったら、結局ね、A イコール B になるから、ね、A の方がずっとリードしてるとは言えないと。でしょ？だからね、こう言って、こっち側で行けばいいと。で、ね、直線 A イコール B に限定以下で交わるか、ということで判定できるんで、まあね、そのパスを数え上げましょうと。で、今ね、集合で考えると、開票経過全体という集合があるでしょ？ P たす Q チューズ P 通りあるんだけど、その中で直線 A イコール B と交わらない経路と。で、この青いやつがうちらが求めたいやつなんだけどさ。でもね、これをね、直接求めるのは大変なんで、その補集合、直線 A イコール B と交わる経路というのをね、求めたいなと。で、この右側がわかれば、ね、全体から引けば、この青がわかると。で、このね、右側の赤いところなんだけど、実はね、さらに2つに分割できると。すなわち、原点から最初、右側にスタートして、ね、この A イコール B の点線と交わるというパターンと、原点から最初、上にスタートして、その途中で、このね、A イコール B と交わるという2つの集合に分割できると。まあ、これいいじゃん。で、ここでね、主張したいのは、実はね、この2つの集合の要素数はイコールですよ、というふうに言いたいのね。
で、それを言うために、写像をね、使いたいんだけど、まあさ、A イコール B と最初にね、交わるわけだからさ、その交わった時点で、そこまでの経路を A イコール B に沿って折り返すという写像を考えましょうと。左下の例で言うと、ね、最初さ、交わるのはここじゃん？だから、そこまでの、この経路、あるわけじゃん？こうやって。それを、このね、A イコール B という、斜めの点線のところで折り返すと。だからね、右に行って、上に行って、右に行って、上に行くと。こんな風になるんだよね。これが新しい経路と。で、それっつうのは、このさ、右がそのものじゃん？つまりさ、この写像で、最初上に行って、A イコール B と交わると。いう経路は、最初、右に行って A イコール B と交わる経路に対応させることができると。逆に、最初、右に行くという経路は、この写像で、ね、最初上に行く経路に対応させることができると。いうのはわかるじゃん？だからさ、ここからわかるのは、この写像っつうのは、ね、二つの集合間の一対一対応を与えると。今ね、この二つの集合は有限なんで、結局ね、ここからわかるのは、二つの集合の要素数は同じ数になると。で、こっからわかるのは、ね、最初、上に行って、A イコール B というね、この斜めの線と、ぶつかるっていうかさ、交わると。そういう経路をね、数え上げて、それをね、2倍したものが求めたいものでしょうと。じゃあね、それをね、どうやってね、数え上げるんだという話なんだけど、実はね、これがすごい簡単で、つうのもさ、この原点からさ、最初ね、上に行ったらさ、このさ、A イコール B のね、点線と、絶対さ、どっからさ、交わるじゃん？だって、この横の方がさ、長いんだからさ、P の方が大きいと。だから、原点から一度上に行っちゃうと、ね、この右上の PQ まで行くためには、どうやってね、頑張っても絶対ね、どっかでこのね、点線と交わると。いうことがわかんのね。つまりね、結局わかんのは、このね、原点から上に行った時に、この PQ に行く経路数を数え上げて、それを2倍すればいいと。たださ、それってさ、結局ね、この01というね、点から PQ、右上までの経路数に等しいでしょうと。まあ、いうのがわかるじゃん？で、それっていうのは、ね、原点から PQ までの経路数をね、数え上げたのと同じで、ね、簡単に計算できると。以上をまとめると、結局ね、P の方がずっと Q よりも上回ってるという経路数は、全体 P たす Q チューズ P から、マイナス2かける、ね、P たす Q 引く1チューズ P と。で、これが、ね、01から PQ までの経路数と。こういう風に数え上げることができると。で、このね、右側を階乗で書いて、で、ね、分母に P たす Q、分子に Q を出して、こうね、変更すると、このね、後ろ側の階乗のところが、ね、P たす Q チューズ P になって、で、今ね、P たす Q チューズ P が両方出てきてるから、くくって、P たす Q 分の P たす Q 引く 2Q と。つまり、P たす Q 分の P 引く Q と、かける P たす Q チューズ P と、いう風になるのね。で、今さ、このね、P たす Q チューズ P っていうのはさ、このね、左下から右上の、全体の経路数になってるよね、と。いうことだから、結局ね、A の獲得票数が開票中ずっと B の票をね、上回ってる確率、というのは、P たす Q 分の P 引く Q、というのは分かった、と。で、こっから分かんのは、当たり前だけどさ、P と Q の数字がね、近い場合は、A の方が一方的にリードして終わる、というのはないと。どっかで、このね、A イコール B の、このね、斜めの線とぶつかるということで、デッドヒートが演じられると。逆に、P の方が Q よりも大幅にリードしてると、この確率がでっかくなるから、ね。P の方が一方的にぶっちぎって、勝つという確率が上がっちゃうと。まあ、いう話？で、今回出てきたこのね、A イコール B のこのね、斜めの線で折り返すというテクニックは、あのさ、カタナンス計算するときもね、出てくるんで、ね、それもね、チェックしてほしいんだけど、まあ、いずれにしても、今回は、このベルトランの投票問題というのを考えて、それはね、P たす Q 分の P 引く Q という風な確率になりましたと。だからね、みんなが今度、選挙のね、報道番組とか、開票のね、やつ見るときは、ね、その裏には、こういうのが隠れてるというのはね、分かったと思うんだけどさ。ということで、今回はこの辺で。
バイバイ。